こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ユニトロボーンより3体合体ユニトロボショベルトレジャードッグです。それでは見ていきましょう。ということで、なんとユニトロボーン初3体合体のユニトロボが登場しました。で、さらに今までのユニトロボーンってブリスターに入ってたので、この箱っていうのはね、なかなか珍しいですね。年末にセットボックスがね発売されて、その時箱でしたけれども、それ以来ですね。はい、ということで中身はどうなっているんでしょう。犬がはみ出していると。そして、はい、うわ、結構大きいですね、これは。わ、なんか書いてる。はい、それでは取り出していきます。はい、ということで全て取り出しました。こんな感じになっております。いや、結構これ大きいですね。特にこのショベルカーめちゃくちゃ大きい。はい、で、犬、かわいい。犬めちゃくちゃかわいい。この緑のさ、服着てるのがまたかわいいですよね。で、毛並みすごっ、これ。ほら、この毛並み。はい。で、塗装とかのね、色分けも素晴らしいですね。顔もあって、かわいいね。はい。で、こちら、トレジャー。あ、これね、シールだ、ここ。この茶色いやつ、これステッカーですね。が貼られてあります、この茶色は。はい。で、ここら辺は全て成形色で、この裏もシールですね。はい、って感じだ。で、ラストショベルカーがこんな感じですね。下にコロがついてるね。あ、こうやって走らせることができると。で、おお、ここのもちろんアーム動かす。え、ああ、これ横に動くようになってる。すげえすげえ。え、すごいなこれ。はい、で、こんな感じになってる。わー、はい、このこういうところ、この、見えるかな？はい。こういう細かい造形の部分、これ、脂肪加工になってますね。なんかザラザラしてる、はい、感じになっております。うわ、すごい、なんか、情報量が。はい、嬉しい。あ、ここもだ。脂肪加工だ。はい、こんな感じになってます。ちょっと今までのやつと比べましょう。今までのやつ、だいたい乗り物で、もう何でもない、やつ、無機物で、生物で食べ物で分けたんですけど、今回はまず乗り物で、まあ、無機物で生き物、こんな感じの3つが入ってるっていう、全部ね違うね、ジャンルのやつが3体合体するっていうのが面白いですよね。はい、ちょっと犬どのくらいの大きさかちょっと比べましょう。結構犬大きいんだな。このペンギンぐらいのサイズかと思ったら、まあまあペンギンよりも大きいですね。カブトムシぐらいかな。うん、だいたいカブトムシぐらいですね。で、この首が動くっていうね、面白い。お、ちょっと動かしすぎるとちょっとここ危ないですけど、はい、めちゃくちゃ動く、すげえ。はい、で、次この宝箱。宝箱はこのベンディングマシンと同じぐらいかな。はい、と同じくらいの大きさになってますね。はい、開けてみようかな。ここかな。あ、開いた。ぬるっと開きますね、これ。面白い。ここをボタン押すと、おっと、こう開くといいね。はい、で、ラストはこのショベルカーね。だいたいこれかな。このダンプじゃない、なんだっけこれ、ブルドーザーですね。はい、このブルドーザーとまあまあ、うん、同じくらいの大きさかな。うん、まあ、でもなんかこのアームがねめちゃくちゃ大きいので、もうすごく大きく見えますね。うん、すっごい。あと、このヘリコプターもねめちゃくちゃ大きいんですよね。はい、なんですけど、比べるとだいぶこのショベルカー大きいですね。はい、いやー、めちゃくちゃかっこいいですね。じゃあ早速ちょっと合体させていきましょうか。やばい、ちょっと合体方法見てなかったな。ちょっと雰囲気でやっていきます。多分、確か、ここ、ショベルカーのこの裏のジョイントに、宝箱をはめる、だった気がする。はい。お、足が一瞬にして出てきた。すげえ。で、これが羽になるんですよね、アームが。お、待って。あ、で、こういう、あー、すご。この羽、翼のこの、これも脂肪加工になってますね。はい。こうやって出してくると。
はい、こんな感じですね。で最後はこの犬をここにくっつけると。でこの時におそらく顔をこうやって、はい、下向きにするのかな。でくっつけてあげると、うお、出てきた。ちょっと待って、もう一回いきます。いきます、合体。うお、これでショベルトレジャードッグになりますね。いや、めちゃくちゃかっこいいし、過去最大級の大きさですよね、これ。え、めちゃくちゃかっこいい。ちょっと待って、ちょっとタクシーツリーちょっと行ってみていいですか。タクシーツリーもね、結構大きい恐竜になるので、はい、ここを合体させて、はい、で足を出してあげて、でこっから手を出すと、はい、これでタクシーツリーになります。でタクシーツリーと比べても、うわ、やっぱ大きいわ。この羽の分大きいね。このまずここの長さもすごいし、この長さ的にはまあ大体同じくらいですけど、羽が大きいわこれは。めちゃくちゃかっこいいんですけど、あとこの顔もめっちゃ好き、これ。あ、角上がるんだこれ、はい。でこの口が開ける。めっちゃかっこいい、ほら、めちゃくちゃかっこいい。ドラゴンっていうモチーフがまずいいですよね。この爪のこの色とか、ね、かっこいい。あ、待って、尻尾あった、尻尾忘れてた、はい。尻尾を開くと、うわ、もうさらに大きくなるわ、はい。めちゃくちゃかっこいい。最強ですねこれ。うわ、ちょっとこのなんかドラゴンと恐竜の中にちょっとこれも入れましょう、はいはい。ヘリコプターアイスクリームも変形させていきましょう。こうやって、ここをパカッと割ってあげて、で後ろもこの変形もね、めちゃくちゃ面白いですからね、はい。こうやってあげれば、はい、これでヘリコプターアイスクリームトリケラトプスになります。めちゃくちゃかっこいいと。ってなったらこれもですよね、はい。このハイスピードトレインチーズ、あ、ちょっと待って、この変形めちゃくちゃ好きなんですよ。じゃもう一回やります、はいはい。パカパカと開いてます、はい。でこれが羽になると、はい、これでハイスピードトレインチーズになります。プテラノドン、はい。いや、このなんか恐竜とドラゴンみたいな、このめちゃくちゃかっこいいな、この並び。うわ、素晴らしいですね、はい。まあ、っていうね、遊び方がまず王道のね1個ですよと。で次、このユニトロボーンっていうのはもうありえない合体ができるのでやっていきましょう。てかね、これまずこのショベルトレジャードッグだけでもありえない合体できちゃうから、まずこのトレジャーなし合体とかもできるんですよ、はい。これで、あ、犬のこの鼻が支えてくれる、あ、無理だった。あ、支えてくれる、やっぱり、はい。こうやって、うわ、これもありですよね、うん、ありっちゃあり、はい。でこの前側だけっていう、こういう、これもありですよね、はい。っていうね、待って、このトレジャーがこれすごいわ。今回このトレジャーが両面についてるから、ジョイントが、これ初のアイテムですね。両面にジョイントついてるっていう、だいたいこの一箇所だけだから、今までのやつって。このトレジャー結構キーですね、はい。ちょっとこのトレジャーを、じゃあこういう部分にね、こうやって取り付けてあげることができるわけですよ、はい。こうやって、で、こうちょっと延長するっていうこういうことが、この腕邪魔そうだな、できるわけですからね。あ、これトレジャー偉大だな。で、こういうこととか、あととかあるかな。あ、こことか、はい。この、このトレジャーを挟み込むことによるよって、はい。あー、なんかちょっとおかしいね。これがヘリコプタートレジャーアイスになりますね、はい。ちょっとトレジャー使うの難しいねこれトレジャー難しいな。なんかあるかな。こう顔系をまずこっちにつけて、後ろに体系つければいいんですけれども、顔系か、まあ顔系って言ったらこれなんだよな。バーガー、
はい、これいいんじゃない、バーガートレジャー。これめちゃくちゃあり。はい、これだけでなんかいそう、こういうモンスターなんか序盤の村とかでのなんか出てきそう、クエストで。はい、まあ、であとは顔の後ろ、体ですよね。体はこのチーズありなんじゃないの、これ。チーズを背中にやることで、おお、きた。これちょっと待って、トレジャーチーズバーガーじゃない、これ。トレジャーチーズバーガーですよ、これ。ちょっと名前的にもさ、なんかありそうだよね、トレジャーチーズバーガー。これめちゃくちゃいいんじゃない、これ。ちょっといいの見つけちゃいましたね、トレジャーチーズバーガー。はい、まあ、っていうのとか、あとはあるかな、ペンギンくっつけてみる。はい、ペンギン開いちゃうもんな、こうやって。これちょっと違うもんな、ペンギン違いますね。パンケーキいいんじゃない、パンケーキ。はい、お、あ、いい、めちゃくちゃいい、この段階で。はい、で、あとは後ろどうするかっていう話になってくるんですけれども、それこそこのちょっとツリーでやってもいいんじゃない。はい、うお、来ました、これ。パンケーキトレジャーツリーですね、パンケーキトレジャーツリー。ありこれありですね。このさ、タクシーは顔と腕ついてたけど、このパンケーキは顔しかついてないから、それにこのトレジャーによって前足つけてあげることによって、このツリーのこの後ろのこの足とかとちゃんと合うようになってるっていう。トレジャー面白いな。トレジャー面白い。はい、まあ、っていう感じで、じゃあ次このドッグ行きましょう。ドッグも顔系だから、顔系が合うようなやつがいいですよね。これ行きますか、ダンプか、ダンプトラック行きましょう。こうやって、はい、つけてあげて、で前足を出してあげると、はい、こんな感じに。なんかいそう、なんかいそうですよね、こういうの。うん、なんかポケモンとかコータスとかなんかそっち系のああいうのに見える。首長い、あ、亀とか、亀っぽいか、これ亀だ。うん、カジリガメとかそっち系か。で、ちょっとこのこの待って、あ、こっち側でもいける、こっち側でもいけるし、こうやってもいける、これ。あ、なんかこうね、この状態で寝そべってる犬みたいな感じにも見えるし、面白いね、これ。あとはこれかな、スチームトレインもちょっと合体させていきましょう。合体、はい、こうやって顔出してあげて、で、あとは足をこうやって出すと、はい、で、はい、これで、スチームトレインドッグ、名前かっこいい、スチームトレインドッグ。あ、なんかこの体がシュッとしてるからさ、これもありですよね、スタイルいい。で、こう尻尾もあるから、なんか若干ドラゴンっぽさもあるし、翼ないドラゴンみたいなね。このさ、こっちのドッグ結構黒が多いから、それとも合ってますよね。あり、いいね。これいいね、かっこいい。はい、で、じゃあ最後これやっていきましょうか。ショベルが、まあ、後ろのね、体っていうわけなんで、前の顔を探しましょう。これか、はい、ショベルアイス。あ、なんかね、ありそう。このこれが耳にも見えなくもないですよね。うん、こっちも耳あるけど、はい、まあっていうね、感じですよね。で、これも合いそう、普通に。はい、あ、顔が下向いちゃってるから、まあ、こういうのだったらありね。ちょっと下向いちゃってるから、こうちょっと地面にこう顔くっついちゃう、こんな感じで。はい、これがタクシーショベルタクシーですね。はい、まあ、緑なんでね、合ってますよね、色的には。んで、じゃあ、あ、待って、これもありなんじゃない、このベンディングマシン行ってみましょう。はい、
うお、え、なんだこれ、なんかこのベンディングマシンがちょっとちっちゃいからで若干ずれてるからちょっとなんかアンバランスになりますね。まあこういうのがユニトロも面白いですよね。はい、で、まああとはこれだよね普通に。はい、あちょっと引っかかってる、ここがちょっと引っかかるけど、はい、ショベルバーガーです。はい、いやショベルバーガーもね、うん、まあちょっとなしではないか、うん、若干顔見えなくなるっていうところですね。あとは、あこれいいんじゃない、このやっぱりこの顔プラスなんか前足とかがある系がいいんじゃないかなと思うんですけど、ってなったらこのケーキと合わせてみよう。はい、お待って、これありじゃないこれ。はい、ということでこのうわ、え、すごい、ほら前足ちゃんとあるから、はい、ショベルケーキ、お、かっこいいんじゃないこれ。ショベルケーキ、このごつさもさ結構同じぐらいのボリュームだからね、え、かっこいい、背中にこのちょうどなんか腰のあたりにこの翼あるのめっちゃかっこいい。え、これめちゃくちゃいいんじゃない。はい、まあこういう感じですよね。はい、まあっていうね、はい、こうやってまたもう3つもあるからパーツが、だからさらにもう今までよりもう格段にこの合体っていうのがもうしやすくなってますよ。いろんなの試せるわ、これめちゃくちゃ楽しい。これ1個買えばもう本当にめちゃくちゃこのユニトロボーンの合体のレパートリー増えますね。で特にやっぱこのトレジャーが面白いなと思いました、個人的には。両側についてるから今までとはちょっと違った合体が楽しめるっていうねところいいんじゃないでしょうか。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。あ、その箱ちょっと見るの忘れてたんですけど、見てください、工事現場でここ掘れワンワンということで、しっかりとこのストーリーがあるっていうね。この犬がここ掘れワンワンって言って、このショベルが掘ったら宝箱出てくるっていう、ちゃんとストーリーがあるっていうのが面白いですよね。はい、まあっていう感じかな。はい、よく聞く鼻で周囲を察知、お宝をばらまきながら巨大な翼で空高く飛翔するっていう一応設定があるんだね、面白い。はい、まあっていう感じですね。はい、ということで、いやーこれ本当にねめちゃくちゃ楽しみにしてました。っていうのもこのアイスクリームヘリコプターとチーズトレインが、まあ、同時発売だったんですけど、それが去年のね12月だったんですよ。なのでほんと丸3ヶ月ぐらい空いてて、うん、だからめちゃくちゃ待ちに待ったユニトロボーンだったわけなんですよね。なのでめっちゃ久しぶりで、はい、楽しめました。ということで、皆さんもね、うん、このなんかこのこれとこれの合体面白そうとか、うん、このなんか犬ドッグいいねとかトレジャーいいねとかいうコメントありましたらぜひ、行ってみてください。ということで今回の動画いいなと思った方ぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。